道路内側映像には男子円盤投げ予選1組競技開始です。男子投擲者は松重康さん、広島中等教育。
気温32度、湿度 70%、東の風 2.8 メートルです。Thank you.
市基準10の三井区伊能三重49メートル73をマークし予選を通過。続いては杉村区北の大阪長崎
鹿児島南、鹿児島、鶴丸、阪神国際、新潟と続きます。杉村区北の大阪、続いて長崎区鹿児島区に鹿児島、
車島根
子円盤投げ、アルサラン・シャキル君、中小業沖縄。白陽北海道。
です。
続いての投てきは海軍宮崎工業。
お尻で飛び、デビット、続いては車で、ルモイ、北海道。男子の走り高跳びは
亀山美恵、見事クリア。セピピット続いては和田圭介君、東海大札幌、北海道。トラックは男子 60m ハードル予選第2組です。スタートリストはスクリーンをご覧ください。8名でスタートです。
大学の速報です。1着小野勝人君郡山東福島時間14秒51。2着西鉄道君
ット男子の走り高跳び、リピット2メートル5アウトです。古賀中東、見事クリアです。走り高跳び、リピット長島翔輝くん、飯塚福岡の見事クリアです。